将棋ウォーズやっていきたいと思います。悪夢の7連敗でございます。もう負けて悔しいんですが、ちょっとずつでも前に進んでいかないといけないんで、この悔しさが自分を強くするはずなんで、お前が後手だ。よろしくお願いします。基本的に対局開始。しかも立石流って知らないし、こうなんていうんですかね、相手が知ってる戦型で、でこっちが知らない戦型だと泣きたくなるっていうのが僕の中じゃあるんですけど、明らかに相手の方が強いなって思ってますけど、どういった戦い方をしてくるんですかいと。あ、しまった、角が、うわやったわ、またやったわ。これ金がこっちに上がっとかないといけないのに、そっちの対応を考えてて、もうこれ負けるパターンじゃないですか。もうこれは負けパターン。冷静に冷静にって思いながら、このありさまっていうのは泣きたくなる。相手もいいんすかみたいな感じで思ってます、ね、しかも4球だからね。横に取ってもいいのかな。取ったら強者打ってきますよね。下がるか。早いうちに強者持たれてるのがほんと辛いんですけど、来るか、飛車を中央に、こっちから角っこから攻めようとしてるの、もう陣形なんて合ってないようなもんですからね。同歩、あそっちに行くのか、跳ねときます。飛車が下がって歩ついて馬を弾き返しましょうか。馬を気にしながら戦わないといけないんで、ちょっときついっすよね。いきなり角と香車を相手に手渡して、うーわー、なるほど、そうだよね。こっち金をそっぽ向かしたらもうしょうがないんで、あれですよね、駒落ちですよね、セルフ駒落ちみたいなもんです。すごい、相手めっちゃ余裕見せとるじゃないですか。めちゃめちゃ余裕見せとるやん。もう多分飛車でこう行ったらすぐ終わるんですけど、ちょっと遊んだろかなぐらいの感じで思ったんですか。強者、あ、馬で上がるのか。正直もう飛車捨てて馬ってのもありな気がするんですけど、まあ諦めない強い心で。ただでさえ相手が強いのに、ただでさえ普通にやったら負けるのに、これは辛すぎますよ。そうね、そこに歩を打とうと思ってたんですけど、先に消されちゃいましたね。
7分。ただこれじりじりと粘っててもしょうがないと思うんで、もう角道開けたら金を寄せとかんといかんですね。当たり前っちゃ当たり前のことです。ないですからね、本当に。ただ相手の馬が死んでるってのが、でも角と香車持ってますからね、相手は。角と香車持ちが痛い。しかも相手の陣形がバッチリなんで。このは、そうっすよね。これね、飛車で走るか、相手にプレッシャーをかけ続けたいって思いはあるんですよ。でもまあ、無難っちゃ無難か。ですよね。結局これが狙いだったわけですよね、相手としては。中に入り込もうかな。飛車は終わってますからね。陣形を崩せたとも言えますけど、叩きの歩。そうか、これで強者打っちゃう。めっちゃ強い。遊ばれてるもんね。遊ばれてますからね。もうすぐ終わらせられるのに。じゃあどこ攻めてくるかな。飛車角桂。ああなるほどね。そっからそこを厚くしてくるわけですね。何かしらの一手が欲しいですよね。まあ七馬とか七筋から攻めていきたいんですよね、きっと。ってどうじゃ意味ないな。目先をねちょっと変えていって、まあ、これどう待ってわけにはいかないと思うんで、そうですよね、そうきますよね。同金これ抜く手抜いたら罪ですよね。抜くわけにはいかないか。飛車が痛いな、本当に。5分。逃げるか。でももう飛車角金銀があるからそれは詰むよな。詰みますよね。どうあがいても詰みますよね。横に逃げて、ルーズ。もう序盤でミスって終了